スネージャナオノプカは、ウクライナ出身のファッションモデル。身長175センチメートル、45キログラム、前後の体重、そして、そこから形状される14.6という BMI を持って注目を集めてきた。やがては10キログラム、キログラム近くの増量に、伴いこの値も上昇するに至ったものの、それでも、シャネルイマンと並ぶ。 最最級のモデルの双壁としてその名をしばしば挙げられている。ウクライナのシエビエロドネスクに生を受け、2001年に首都キエフに移住。この街で外国から来たスカウトに見出され、15歳の時にモデルの活動を開始。2005年にドルチェガッパーナトプラダのキャンペーンに登場。やがてスティーブン・マイゼルの目に留まり、この写真家の悲劇の存在となった。 ID, ヌメロハーパースバザーロフィシェルエルボーグなどといった様々な雑誌の表紙を飾る中で、マイゼルからの抜擢を経てプラダと、ドルチアガッパーナの周期の広告等を務め、膨大な数の賞をこなし大いなる注目を浴びた。その経歴を通して登場してきた広告は、ドルチアガッパーナ、プラダ、カルバンクライン、クレド・ポー・ボーテ、ジャンヌ・ランバン、ルイ・ビトン、 イブサンローラン、グッチ、資生堂など多岐に登っている。ウクライナに住居があるが、ニューヨークにも仮住まいを有している。モデルを引退した後に、言語の勉強をしたいと考えており、それについて、次のように語っている。言葉の勉強がしたい。言葉を、たくさん知りたいんだ。かっこいいじゃん。ヨーロッパに行った時にフランス語話せたら。アメリカに行った時に英語話せたら。 日本に行った時に日本語を話せたら、自身の家族について次のように語っている。お母さんが私を見たら大泣きしちゃうな。さらに父親について、私が子供の頃お父さんはロックバンドにいたの。それでお父さんはよくスポットライトを浴びてた。私も歌うのが好きだよ。ありがとうございます。